チューズ。皆さんこんにちは、おやじです。今日もいい天気ですね。2020年の10月2日です。金曜日ですね。花の金曜日ですが、私の場合は花の金曜日じゃないですね。明日も仕事ですわ。明日も仕事、バリバリ稼いできてやろう。バリバリ来てや、稼いでやろう。高校生書いてるな、中間テストかなんかかな。はい、そういったところで今日のテーマはですね、50代の転職について話していきたいと思います。で、割とですね、割と世の中50代で今頃ですね、リストラというのもまだまだあると思います。リストラになったりで、50、まあ早期退職っていうんですか、そんなんがあったり、運転手から運転手という人もいるじゃないですか。で、そういった人に向けて発信しております。で、50代の転職というのは難しいのかというテーマでやっていきたいなと思います。で、50代のその転職、まあ運送業への転職ですねについてですけれども、まずは2通りあると思うんですよ。運転手をやってて、他のまあそこの運送会社にいて、でそこは嫌で、で別の運送会社に変わると。でこのパターンと異業種、まあ例えばですね、バスの運転手だったり、倉庫のフォークリストに乗ってたよとか、まあ農業やってたよ、漁業やってたよ、で工場で勤務してたよとか、電気屋さんにいたよとか、セールスをやっていたよとか、パチンコ屋にいたよと、いろんな人がいると思うんですよね。ガソリンスタンドにいたよという方もね、いらっしゃると思うんですけれども、その異業種からですねの転職、この2つパターンがあると思うんですよね。でまずですね、運転手から運転手への、50歳の人が運転手から運転手への転職、それは難しいのかと。それはもう簡単ですね。そんなね、まあ会社を変わるだけなので、そんな難しくはないと思います。おそらくですね、長距離、バンバン長距離をやっていた人はね、まあそこの会社が長距離しかないので、まだ地場をやりたいんだけれども、そこの会社は地場の仕事がないと。だったら、そこを辞めて、地場があるような会社に転職しようと。こういう方もね、ずいぶんいらっしゃると思うんですよ。で、どうしてもね、やっぱり、年を取るとね、だんだん長距離もね、億劫になったり、体力は続かなかったりね、一番多いのはね、視力ですね。どうしても目が悪くなってしまいます。で、絶えずね、物を見てるので、かなり目は使えます。目は使うわ、気は使うわ。で、早くね、目が悪くなったりもすると思うんですよ。で、老眼ですか。で、私が前にいた会社の同僚もね、老眼がひどくなったので、もう夜の運転は極力はしないようにしていると。そういう方もね、いらっしゃいますわ。なのでね、その視力が悪くなって、その長距離ができなくなったといった方もね、ずいぶんいらっしゃると思います。なのでね、まあそういった方もね、運転手から運転手のその転職というのは難しくはありません。
で、ただしですね、50歳というのはなかなかもうね、脳みそがね、脳みその細胞がね、死んでいくばっかりになるのでね、脳みそがね、新しくならないんでね、覚えたことでもすぐにね、忘れてしまいますね。で、若い頃覚えたのはなかなか忘れないと言うんですけれどもね、もうね、50歳になって覚えようと思っても、ほんと、5分、10分だったら、あれ？なんだっけ？と、忘れてしまいますからね、私も随分ありましたよ。で、ね、忘れないようにメモを取ったりね、そんなことも、数回というかね、もう何十回とやってきましたけれども、それでもたまにですね、忘れてしまいます。なのでね、なかなかその物覚えが悪いと、で体も思ったように動かないといったところなんですわ。50歳は実際のところは。で、今度は逆にですね、その異業種から、バスの運転手から、タクシーの運転手から、そうですね、まあ工場でフォークリストに乗っていたと言った方もね、実際うちの会社に入ってきてます。では普通にやってますけれども、大型免許を取ってですね、まあどういった運転の仕方をしているか実際私は見ていないんですけれどもね、まあ別に何かをやらかしたということは聞いたことないんでね、まあそこそこできてるんじゃないのかなと思います。で、まあ運転手から運転手のその転職というのはそんなハードルがね高くありません。本当にやる気です。で、異業種からね、今度免許をね、中型免許を取ってみたり大型免許を取ってみたりで、この運送屋になってみようと。で、バスの運転手、タクシーの運転手ありますけれども、で、バスと運転、トラックはまた全然違いますんでね。なので、本当、まあ、バスも急ブレーキとかね、ガッてあったらお客さんが怪我をしたりね、急ハンドル切ったらお客さん、怪我とかね、で、クレーム行ってきますけれども、トラックの運転手の場合もそうなんですよ。急ブレーキ踏めば荷物がずれる。そしてずれたことによって、隣の荷物とぶつかって、それが擦れてフレームになって破損になって返品になったりだとか、そういったこともねあります。はっきり言ってあります。なので、トラックはトラックの運転の仕方、バスはバスの運転の仕方、それぞれね違うと思います。で、やっぱりね、異業種から来る人は違う職種からね、トラックの運転手になる人は本当ね、覚えることが多いんだね。最初はね、本当何から何までね、わからないことばっかりなので、で特にね、本当50歳はね、脳みその細胞がね、もうどんどん減っていくばっかりなんでね、本当ね、覚えにくいと思います。覚えられないと思います。ですからね、私はよく2人乗りを横乗りする新人さんにね、メモ用紙を持ってきてと。で、それに、このやり方とか、で、私がまあ、見本を見せたり、こうやるんだよということを、書いていきなさいと。で、そうやって覚えてくださいと。で、毎日ね、やることは一緒なんですよ。まあ、何の仕事でも一緒だと思うんですけれどもね、日替わりでやることがね、もう毎日違うというのはね、そんなないと思います。何の仕事ですよ、マニュアル地味だもんがね、あると思うんですよね。その毎日の繰り返しなんでね、ほんとメモを取って、一番最初に何をやる、2番目に何をやる、3番目に何をやると、で、こんな順番でやったら仕事が早く安全にこなせるというやり方を自分自身で開拓していけばいいんじゃないのかなと思っておりますけれども。
で、そんな意味でね、異業種から50歳で違う職種から運転手になるというのも、まあ若干ね、もともと運転手の人よりはハードルは高いと思いますけれども、でもですね、本当やる気次第なのでね、やる気があれば本当すぐできると思います。実際本当ね、そんな方はね、本当たくさんいますんでね。なので、自分運転手できるんだろうか、どうなんだろうか、でも運転手やりたいよな、運転手やって長距離とかやってみたいよなという方は、ぜひともチャレンジしてみることも大事じゃないかと思います。でね、毎日ね、本当つまんない仕事をねこなすよりは、自分のやりたいことをやるってことですよ。運転手がやりたければやればいいと思います。私もですね、一時運転手をね20年ぐらいやってませんでしたけれども、まあそれでもね、フォークリフトで自分のペースでね、原料を揃えてその現場に持っていくんですけれども、もう最初はね、覚えることたくさんありました。で、自分でメモを取って、自分流のやり方、もう前任者のやり方もあったんですけれども、まあそれを聞いた時に、あ、この人はなんか要領が悪い人だなとはっきり思いまして、これは自分の好きなように変えてやると、自分がやりやすいように変えてやると、そしてもう全部変えましたね。私は倉庫担当だったんですけれども、倉庫の中の配置もね、自分が見やすい配置、物を取りやすい配置、出しやすい配置、入れやすい配置で、もうどこに何があるかもう一目で分かるように、その工夫をしてやれましたね。そしたらもう、例えばですよ、その仕事が3時間かけてやっていたものがわずか1時間で終わるようになりましたからね。もうしまいには1日かかってたものが午前中で終わるようになりましたね。そして昼からは次の日の仕事の段取りと、それ繰り返しで、ね、どんどんその自分のやりやすいようにやって、もう午前中で自分の仕事終わってましたね。もう毎日昼までが仕事ですよ。昼からはもう次の日の段取りだとか、どっかね、人の見えないところに行って寝てましたね、私は。寝てましたよ。はい。本当用事がないので、もう全部自分やってたんでね、もう誰も文句言われる筋合いはないだろうみたいな感じでね、そんな感じでやってましたけれども、まあとにかくメモることはね大事だと思います。そしたらですね、50代であろうが60代であろうが、もう心配いらないと思います。はい。そんなところで50歳の転職についていろいろ言ってきましたけれども、また質問事項とかがねありましたら、まあ花は簡単なんですけれども、これでこの動画は終わりたいと思います。それでは皆さん、この後もご安全にいってらっしゃい。